では後半スタートするんですけども、前半のリンゴルフチームゲームで私たちは、16個丸をつけることができて現在64ポイントあります。なので、後半はあと16ポイントあったら、80点超えるので、それを目指してあと4マス開けたらその謎のね、何かを回避できるという。あ、そうか、まだ言ってなかったな。そうなんですよ。いや、途中で言います。途中で、はいはい、ちょっとドキドキしながらあと4マス埋めていこうと思います。ではそうだね、早速打てそうなので後半も頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、はい、いきます。お願いします。お願いします。お願いします。それではまず1番ホール302ヤードパー4です。よいしょ、広いねこのコースね。よし、あ、では後半もお願いします。お願いします。お願いします。しょ、ありがとうございます。ちょっと雨降ってきたね、うん、ね、なんかパラパラと持ってほしいな、天気、ね、うん、じゃあ後半もお願いします、はい、よろしくお願いします。あー、やばい、なんか OKOK、転がってるよ。でも振り抜けてる、振り抜けてる。当てよう、当てよう、うん、よいしょ、ありがとう。いいですね。ありがとうございます。当たってますよ。いい感じ、ちょっと慣れてきた。右側乗ったかちょっとこぼれちゃったかって感じかな。わかりました、行ってみましょう。おお、よし、ナイスです。強い強い。嘘でしょ。強気ですね。狙ってる？狙ってないよ。狙ってる？これ、あ、狙ってる？ちょっとやめて。そうしましょう。ダメだよそれは。反則だよそれ。そうだよ。そういうこと言っちゃったから。そうだよ。もう一回変わるかな。そうですね。本当に4パットだね。オッケー。オッケーで4パットです。やったー、4パットですか？はい、喜んでください。クリアー。お兄ちゃん頑張れ。お兄ちゃん頑張るよ。うん、OK です。はい、4パットクリアしましたね。なんであと3つ、あと SNS 上げればいいから。そうだね、ちょっとりあえず行こうか、はい、ちょっとね、11番ホールは、まあ、雨がちょっと降ってきちゃったんで多分やむと思うんで、11番ホールだけ一回ちょっと飛ばしていこうかなと思って、はいはい、まあ、その間に4パットさっき。そうですよね。そう。おめでとうございます。ありがとうございます。狙わずして4パットだったってことで。ちょっとそこはあの怪しかったような気もするんですけど、本当にあれはちょっと強く狙いに行っちゃったなって。強気だったね。どっちに狙いに行ったかはちょっと分かんないんですけど。ちゃんと実は本当は狙っちゃって、はいはい、まあ、ちょっと強気だったってことで。強気だったね。はい。まああのゴルフは申告制なんで、はい。それを信用しようと思います。ありがとうございます。はい、4パット、はい、クリア、クリアだね。そうで、あと、まあ、せっかくちょっと待ってる間にど真ん中の SNS アップ、はい、今やっちゃいましょうか。そうですね、リンゴルフの撮影ですって、あのストーリーズにパッて上げてください。はい、楽しいなこれでいいのか、載せる載せる全然ね、うん、リンゴ
ゴルフの撮影に来てます。イエーイ、来てくれてありがとう。楽しみましょう。ありがとうございます、呼んでくれて。やったー。え、もうなんかいけちゃうんじゃない？うん、だってあと2個でいいんだよ。2個、おお。結構残ってるのが、なんだろう、悲しいやつがあるね。イケポチャ、ロストボール、ワンペナ、そうだね、ちょっと悲しい。これがね、もうできないんだよね、あの前半のスカウト。ああ、そうだね、それがもう完全にね、封じられちゃったね。OK です。じゃあとりあえずあの次のホールに行って、はい、行きましょう。うん、病んでることを祈って感じで、本当にこのまま持ってほしい、はい、大丈夫、晴れ女だから ね。今天気も晴れてくれたので3番ホールから再開になります。3番ホールは117ヤードパー3です。どうしようかな、126ヤードある今日。8番で打ちます。そうです、ありがとうございます。6ハイブリッド7番とかじゃない？うん、あ、惜しい、曲がっちゃった。なんか大丈夫、まっすぐ行ってる、まっすぐ行ったから変なとこ入んなくてよかった。ありがとう。はいよ、サンキュー。はーい、では行きましょう。はい、しょうがない。またボールの上打っちゃいますね。気をつけなきゃ。なんかグリーンまで読んだね。結構強くていいと思う。いつもさ、ここで重いからそう、あれするから、グリーンの奥を狙う感じぐらいでちょうどいいんじゃない？はい。頑張った。すごい、めっちゃでも傾斜なんだけど、うん、あー、また見てしまった。思ったより早かったね。ちょっと止まってくれるかと思ったんですけど、うん、近づけてワンパットっていう可能性もあるから、これ頑張って寄せた方がいい。確かに。うわー、強いかも、はい、あー、転がっちゃう、転がっちゃう。早いね、なんか早い。結構傾斜強いかな、うん、ぐだってる、ぐだってる。ぐだっちゃダメだよ。ぐだったら没収だから、あのマウス。やばい。サークやばい。頑張ります。うん、オッケー。オッケー。大変、はい、大変だね。はい、しょうがない、切り替えましょう、はい、切り替えましょう。まだある。困りましたね。びしゃびしゃですね。雨がまた降ってきてしまって、4番ホールはまたお休みになります。はい、はい、ちょっとあれですね、ホールが減っちゃうとクリアしづらくなりますね。確かに、まあ、でもあと2マスでしたっけ。そうですね、順調に来てるので、あ、まあ、ハンデだね。ちょ、作戦的にはどんな感じですか。あと2マスですよね。どうしようか、何狙う。ワン、イケポちゃんは嫌ですね。でもなんかやっぱいい、一番なんかポジティブな、ポジティブな、ポジティブなのが、うん、ワンパットと、うん、バーディーとチップインかなと思っているので、カワルコ、ワンパット。さっき行けそうだったね。さっきすごい行けそうだったから、うん、あれを狙います。そう、私はカワルコワンパット。チップインもありえるかもしれないじゃん。ね、頑張る。二人でね。二人でそう協力し合いながら。うん、ワンパット、チップイン、バーディー。取れたらいいね。ね。
その3つを、ね、ポジティブな3つの中で取れたらいいなと思ってます。取りました。はい。で、あ、そうだ、言い忘れちゃった、あの、あれだ、80ポイント怖い怖い行かなかったら、はい、ゴルフ場さんのお手伝いなんですけど、なんでしょう、皿洗いでしょうか、なんでしょう。いえ、お皿洗いではないです。はい、なんだろう。ですね、ゴルフ場さんはグリーン の、 あのカップあるじゃないですか。はい。あれを毎日変えてるんです、場所。毎回同じ場所だと傷んちゃうじゃん。確かに。そう、だから変えてて、その変える時間っていうのが前日の、はい、みんながプレーが終わった時なのね。はい。そう、だからちょうど今日終わったら夕方ぐらいでタイミングが合うんで、うんうん、2人にはカップ切り体験。はい。え、そんな。そう、カップを作ることをやってもらおうと思ってます。え、それ 罰じゃなくないですか。全然罰じゃない、嘘、本当に。あ、逆にやりたい、やりたくなってきちゃった。そんなことをしてるんだって。なんか知れる。あ、確かに、まあ、確かにね、レアではあると思う。あの、ちょっと特別に、そう、なかなかこうゴルフ場の裏側チックなとこなんで、うん、確かに、うん、そうだね、確かに。そう、でも一応 お手伝い全然、ね、ちゃんと穴開けないと。そうですね、次の日とみんな、オロハ入んないな今日はってなっちゃうから。なんか、何のせいってなる。バリア張ってるしなっちゃう。教えてもらって、はい、ちょっと体験できたらなと思ってます。まあ、ただちょっと雨なんで、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、一応それで考えてます。え、なんかやりたいよね、うん、もっと、なんか本当にゴルフ場30周みたいな、いいなと思って、なんか罰ゲームね。ねえ、モノマネとか、うん、クリアしてもカップやりたいね。ね、うん、やりたい。ダメです。クリアしたら、だって本当に初めてそういう体験できるから。もはやね、やりたくなっちゃってるよね、私たち。クリア、まあ楽しみます。とりあえず。そうだね、そうだね、うん、それが大事。ロストボールとイケポチャはやだ。わ、はい、かりました。ちょっとなんか意外な展開になっちゃったんですけど、はい、まあ、クリアはしてほしいだと思います。そうですね、それは80点超えれるように頑張ります。はい、はい。